<music> はい、おはようございます。インザダーク会に関してなんですけども、インザダーク会これ今回あの、ケンジローさんとカズオ君を撮影してて思ったんですけども、サーフィンがめっちゃ伸びてるんですよ。サーフィンがすげえ上手くなってる。ケンジローさんももう、 こんなにリップバンバンこのちっちゃい波で決めてなかったんで、昔は。で、家族もこういうふうにリップを決めれるようになって、あの、なんて言うんですかね、すげえレベルが上がってきてるな、みたいな。家族に関しては、えっと、約1年間でもうえげつないぐらいの伸びが出たって感じですね。 もう、それまでは、その、リップっていう、その、コツをちょっとまだ分かってない感じだったから、それをインだく会になって、コツを教えてあげて、やったらもうすぐできるようになって。でも、その、毎週毎週、毎週毎週、カズオ君も忙しいんで、あの、サーフィンをレッスンできてないんですよ。2ヶ月に1回か3ヶ月に1回ぐらいのスパンでカズオ君にも、あの、レッスン、やってるんですけども、 その回数だけでもやるのとやらないのでは全然違うんですよね。まあ、ケンジロウさんなんかは結構比較的いろんなところで、あの、レッスンして、あの、この、身につけてもらってるんですけども。で、何よりもこの、カズオ君30代、そして40代の、えっと、ケンジロウさん、50代のマッシモさん、60代の父親、この4代の年齢が、 社会を生き抜く生き抜く日本を守ってる男たちですよ。これは完全に。日本を守ってる男たちが、社会ですごい忙しい中、趣味のサーフィンとして、こんだけレベルアップできるのって、インザダーク界って俺マジックモデルじゃないかなと思うんですよ。<laughs> インザダーク界すごいな、みたいな。自分で言うのもなんなんですけども。まさかここまで、あの、社会を、 守る、日本の、なんつうんですかね、支えてるお父さんたちですね。が、あの、趣味のサーフィンで、こんなにレベルアップできるって、なかなかないと思う。はい。そのやっぱり、30代、20代とかの若い子たちが、サーフィンを上手くなって、これめっちゃ面白いとか言うかもしれんけど、30代、40代、50代、60代、 1> 週一回できるかできないかぐらい、すんごい時間に押されて忙しい人たちが、しかも大阪ですよ、関西。大阪となら、波ありません、海ありません。海はあるけど、大阪は、波はないですね。なので、どこ行くのにしても、1時間半ぐらいはかかるんですよ。で、人が空いた、ちょっと練習できるようなとこ行こうと思えば、3時間、2時間っていうのは、ザラス。それぐらい、ハードな、 趣味なんですよ。で、サーフィン上手くなるのって、簡単ではないと思ってたんですけども、インザダーク会に乗ったら簡単でした。父親はインザダーク会が来たんが、去年の10月ぐらい。そっからもずっとインザダーク会で、この冬場、そんなにサーフィンできなかったにもかかわらず、こんなに伸びてるんですよで。今サーフィンめっちゃおもろいって言ってて、すげえ行ってるわけで。で、 マシモさんはもう何回も冬場にものインザダーク会マシモさんもまあ半年ですね、インザダーク会半年前に来て乗ってくれてるんで、ケンジロウさんなんかもう、西、西イの大会とかでも優勝してるぐらいなんで、で、カズオ君は今回この動画で、もうリップを決めて、こう裏から見たらフィン抜けてるんですよ。こんなことなかなかできないんすよ。 だからもうこのインザダーク界の素晴らしさってここなんじゃないかな。テイクオフがまず刺さらない。そして波乗れる。そっから波乗れるからたくさんの波に乗っていろいろな練習をする。練習をすれば上手くなる。上手くなれば楽しくなる。楽しくなれば笑顔でいれる。素晴らしい歌です。これがインザダーク界です。えっと気になる方はご連絡ください。えっとインザダーク界の インザダーク会もワドーも SR の醍醐味は、オーダーしてくれた人はみんな僕あの、タイミング、まあむ、頼んでくれる人も忙しかったりとかするんで、タイミングが合えば僕は無料レッスンしてるんですよ。えっと、その自分が今まで約25年近くサーフィンやってきて、そしてトッププロと戦い出して、 14年近くの戦いで築き上げた経験値と、えっ、ー、と、知識を簡単に伝えれるチャンスだと思うので、僕も伝えやすいし、直接会えば。なので、あの、ぜひよかったら皆さん、試してみてください。インザダック会、すごい痛いです。ありがとうございました。